because she had to ride on his.もうトムちゃんの嘘ってバレバレなんだもん。ほとんど？大部分？ってことは本当の話も少しは含まれてるってこと？またいっつもそうやって大体あんなバカ話のどこに実話が含まれてるっていうの？そうだ、絶対嘘だ。そこが一番怪しいんじゃない。本当に？しかしトムちゃん、誇張しない方が全然怖いってば。だってちょっと本当っぽいもん。絶対本当だよね。嘘つかない？約束する？もし破ったら？わかった、それほどまでに言うなら信用するよ。 어.はい。すみません。何を答えればよいのでしょうか。彼女は2人の王子と踊り子を主人公にして夢のような物語を書いたです。先生、私は外人ではありません。外国から帰ってきただけです。私は…それでは先生は他に外人という人種がいるとおっしゃるのですか？わかりました。おっしゃる通りです。おーい、もう起きろって。次体育だぞ。お前何やってんだ？知り合いか？リボンした子だったぞ。友達だと思った。薬でしたら奥の棚の一番上ですよ。こんにちは、ともやさん。棚の一番上ですから。雪村先生には私から言っておきますから。先生はお食事に出てるんです。放課後は部活とかで怪我したりする人が多いから、今のうちにって。ポットにお湯が入ってますから、薬はそれ使って飲むんですよ。お湯はちょっと冷まさないと熱いですよ。どうも良くないですよ。消毒の匂いがついちゃうし。やだともちゃん、今朝聞かせてくれた例の話あるじゃない。違うってば。例の骸骨の話、あれさ、調べてみようよ。疑ってるわけじゃないけど、ひょっとしたら目の錯覚って可能性もなきにしもあらずでしょ。だから信憑性とか調査とかって話じゃなくって、なんて言うんだろう、怖いもの見たさかな。単なる好奇心とも言うけど、怖がりだからこそなんだと思うよ。だって臆病な人の方が結構そういう話って好きだったりするじゃないでしょ。ちょっと待った。話をちゃんと聞いてね。ゆえは調べてみるんだとか、調べてやるぜこにやろうとか、そんなことは言ってないでしょ。調べてみようよと同意を求めてるわけじゃない。はっきり言っちゃうとそうなるかな。うん、なんで？なら他の人誘うよ。しんくんでも誘っちゃおっかな。うん。もうともちゃんなんか知らない。何よ、もう何？ともちゃん、ゆえ今ちょっと急いでるんだけどな。うん、先生がなんだかわからないけど話があるから放課後職員室に来てくれって。うん。今日の夜だってほら明日休みだし。うんだから11時ぐらいかな。夜の11時ぐらいにともちゃんち行くよ。わかった。11時。うんわかった。じゃあゆえそろそろ職員室行かなくちゃだからまた後でね。よかったね。絶対置いていかないでね。